はいどうも、アキです。プロスピエースやっていきます。はい、次チーム超高確率スカウトが来たということは、アキは多分ね、あのチームでまた10連するんじゃないかななんてね、日々動画ご視聴いただいている方はお察しいただいているかもしれません。はい、僕の動画初めて見たという方のためにもですね、僕のチームをお見せいたしますと、非常にソフトバンク勢が多い。うん、で投手に関しても、ここにサバテがレベル間になれば入ってくるので非常に本当に多いということで、ソフトバンク勢をねかぶり引いて限界突破させる、もしくは A ランクの松田、特に何日か前から、A ランクのサード追加されているので、これイベント限定なんでね、特訓レベル10まで上げてても、スピリッツ1267、で限界突破ももう3回してるんですけど1267っていうところで、本当は普通の方の方がいいんですよね、スピリッツ的に。ただまあここまで限界突破とかしてるとちょっともったいないなっていう気もするんで、ちょっと考えはするんですけど、特訓レベルも10まで上げてるし、まあということでね、どちらにせよソフトバンクの選手出てくれれば嬉しい。 A ランクの松田、 A ランクの中村も多いし、まあそうか、 A ランクの内川も多いしか、で A ランクの井出穂も一応多いしかっていうところで、本当に何が出てくれても結構美味しいっていうところなんで、まあここはね、毎回引いています。で、結構ね、S 引いてるんですよね。僕、自チーム超高確率スカウト。はい、というわけで、今回も引いていきましょう。いきます！ 10 回いきまーす。まあまあ、これはね、サクサク引いていきましょう。長谷川、これ前回の、この自チーム超高確率スカウト、覚えてる人はね、覚えてると思うんですけど、その、長谷川の件ね、長谷川っていう、多分、どれくらいだったっけ？半分ぐらい。10回引いて 6人ぐらい長谷川だったみたいな。出ないね、なかなか。いいよ、 A ランクの松田、 B ランクの松田でもいいんだよね。そうそうそう、そこがあれなんですよ。 B ランクの松田でもいいっていう、その心の余裕の幅がすごい広い。でも今まで B、 おお、今宮かっけえ。今宮育てとこう。とりあえず S ランクショート出た時に限界突破いつでもできるようにしとこう。ほら、長谷川が異常に出る。なんで？長谷川に好かれてる、もしかして。B ランクの松田でいいんでね。本当にもう望みはちっちゃいものですよ。望みはちっちゃいものなんでやっていきましょう。お、ほら！なぜ？なぜ？なぜ長谷川に好かれてるんだ、こんなに。まあ、めちゃめちゃいい選手ですけどね、長谷川。なかなか出ないね、 B ランクの松田も。ラスト、はい、というわけで、またまた長谷川スカウトの動画になってしまいました。なぜだ、なんかあるのかな、端末によってこの選手出やすいみたいな。本当にそういうの大体ソシャゲの迷信かなと思ってたんですけど、割と迷信でもないレベルに出てるな。ぜひともね、前回の自チーム超高確率スカウトの動画見てないっていう方はね、概要欄のプロスペース再生リストの方からご覧いただければね、本当に長谷川ばっかり出てるっていうのがね、ご覧いただけるかと思います。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともグッドボタン、そしてチャンネル登録の方をぜひぜひお願いいたします。この後は概要欄になります、いろいろな再生リストから他の動画をお楽しみください。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。アディオス。